では皆さんこんにちは。課題曲4番の講習に入りたいと思います。講師を務める獅子倉と申します。よろしくお願いします。モデルバンドは専属ウィンドシンフォニーの皆さんです。拍手お願いします。はい、じゃあ、課題曲4番マーチクローバーグラウンド、この曲を課題曲で取り上げるってもう決まってる人いますか？決まってはいない。まだ決まってない。もう練習してる、練習してる。はい、この曲多分中学生でね、中学生は多分やる学校が多いんじゃないかなというふうに予想してますけども、すごく明るくね、こう綺麗なマーチですよね。この曲のまず何といっても特徴はタンタタンってリズムです。タンタタンってリズムがいっぱい出てきますよね。このリズムをみんなで統一するっていう練習がすごく大事な練習になっていまして、で今あそこに書きました。1番2番3番ってありますけども、これできたら中学生高校生の人は写していってもらいたいんですけども、1番はあれはちょっと見えにくいんですけど、普天八部と16音符四部音符っていう風になってます。で2番はこの曲に出てくる実際のリズムですね。普天がなくなって16部9部が中に入る。で3番は16部音符で間に16部音符2つっていうパターンです。でこの曲のリズムとしては2番なのであれが正解になるんですけども、おそらく練習をしてて同じパートであのリズムをやった時にいろんな吹き方になる場合が考えられます。つまり1番のパターンでもこれ2つ考えられます。タータターと吹いてしまう場合、ね、あるいは音の形がついてタンタターとなる場合もあります。こういう人がね必ずいると思います。から楽譜通り2番の正確にできている人と、一番良くないのは3番です。タッタターっていう風にやたら音が短くなってしまう。そう吹いてるつもりでもああいう風になってしまう人って結構いるんですよね。だパートリーダーあるいは生徒の中で合奏を見たりしなきゃいけないような人がいたら、こういうパターンが考えられるんだっていうことをあらかじめ知っておいて、でそうなっちゃダメなんですよってい こう注意をするようにできるようにしておく必要がありますよね。で今ちょっと実際に音を出して聞いてみましょう。まず、その1番のタータタってやつをその真っ平らに音形なしでやってみましょう。はい、ワンツースリータータタータと完全に平らにしちゃってください。ワンツースリー、はい、これをタンタタンってね弾みます。ワンツースリー、はい、これかなりその2番の形に近いですよね。でも2番は実際は休符があります。はい、じゃあ2番のパターンでやってください。ワン、ツー、スリー、はい、じゃあさっきのその前のと今の2つ続けて聴き比べます。ワン、ツー、スリー、はい、正解を3、はい、はい、違うの分かりました？ね、だいぶ違いますよね、休符があるのとないのと。はい、じゃあ最後は一番悪いパターンです。やってみてください。ワン、ツー、スリー、はい、これは何となく聞いてて歯切れが良くて気持ちいいですけども、音が短すぎるんですよね。でホールによってはこんなに短く吹いてしまうと全く音の中身が見えなくなることもあります。タッタタって言って音の今ベーの音で吹いてますけど、そのベーの音が全く聞き取れないぐらい聞こえにくい場合もあります。なのでこういうリズムパターンの練習をもうやっておいて、悪い例も練習しておく、でこうなってはいけないんですよっていうのを自分で吹いてる感覚で分かっておいた上で、正解のパターンをこうしましょうっていうパターンをこう練習していくっていうふうにやっていくといいと思うんですよね。生徒だけで練習をするときはそういうのがあらかじめ知っておくとやりやすいです。で先生から言われなくてもこれだって自分たちでできると思うんですよね。これぜひ持ち帰って練習で取り入れてみてください。はい、ではじゃあ曲に入っていきます。まずイントロなんですけども、イントロはクラリネットとアルトテナーとホルンでアンサンブルをします。
これはスコアを見ると分かるんですけども、ちょっとやってみましょうか。その1小節で3小節、はい、そこだけやってみてください。ワン、ツー、スリー。1234。はい、こういうふうになってるんですよね。これが全体でいるとなかなか埋もれて聞こえにくいんですけども、紐を解いていくとこういうふうに動きがなっていて、つながるようになっているので、これだけ抜いて練習するというのはすごく大事な練習になります。はい、それでは、全員でそのイントロだけやってみます。 A までです。タンタターンっていう5小節目にそのリズムが出てくるので、ここを注意をして正解のパターンでやってください。ワン、ツー、スリー。はい、そうです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次は A です。 A のことをこれを第1マーチって言います。ね、第1マーチ、ここはメロディーはクラリネット、アルトサックスです。で、この曲はすごくこうアーティキュレーションが特徴があって、この開始の「タタララ」っていうところがすごく何といっても特徴なんですけども、高校生でこの間1回練習した時に「タタータッティニ」たたってにやたらそこの音を飲んでしまって、音が聞こえないっていう時がありました。ちょっと今両方やってみますね。たたらたってそのスラーの上がった音をスタッカートします。ワン、ツー、スリー。もう一度ワン、ツー、スリー。はい、でおそらく作曲者の意図っていうのはこうではないなと思います。タッターって十分スラーで引っ張って、最後の音だけスタッカートする。タッタータッタータッ。はい、それでやってみてください。ワン、ツー、スリー。はい、違い分かりました？だいぶ違いますよね。最初のだとターって上がった音があんまり聞き取れない感じ。これだとはっきり分かりますよね。タータッっていうふうにかなりスラーの部分を長く吹いてもらいました。で、裏の音をスタッカートすることですごく明確になりましたよね。おそらくこういうふうにしたいのではないかと僕は思っているので、これはまあどっちが正解というわけではないです。でも好きな方でやってもらって全然構いませんけども、僕はこっちの方がいいかなと思ってやっているので、このパターンがそれ以降出てきたらみんなでこう統一するっていう、そこがすごく大事な要素になります。はい、それからこの10小節目ね、クライネットサックスの譜面には、タータッタってスタッカートが書いてあるんですけど、それ以降何もないんですよね。スタッカートがない。じゃあそのまま長く吹いたらいいのかっていうと、そうでもないんですよね。これはやっぱりマーチなので、自然にこう短くなるっていうことを読み取らなきゃいけないです。タータッタータータッタッタタ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 って吹くとすごくおかしい。ティアタタタタティアタタってやっぱり書いてなくてもスタッカートする必要があるんですよね。なので、11から13の2拍目という、2拍目の音符はみんなスタッカートになります。はい、じゃあメロディーの人、A から続けてください。ワン、ツー、スリー。はい、タータってスタッカートしたら、その次は必ずアクセントになるのも、これもマーチとかポップスもそうです。スタッカートした後の次の音符がアクセントになるというのは、これはね書いてなくてもやることが多いです。なので、10小節目は分かりやすく書いてあるので、11小節目以降もタータッタータータッタッタッと2拍裏の音は自然にアクセントする感じになります。で、同様に B からメロディーで入ってくる人、フルートですかね、その人たちも同じように今のを応用させるようにしましょう。それから18からトランペットが入ってきます。トランペットの人いますか？はい、これ何にも書いてないですよね。これいろんなパターンが考えられます。このまま何もしないと、
すごくスタッカートで全部吹いたり、あるいは全部長く吹くっていうパターンも考えられるんですよね。ちょっとトランペットにしてやってもらっていいですか。18から。オールスタッカート。はい、ワン、ツー。はい、こう吹いても別に構わないんですよね、何も書いてないので。じゃあ今度オールテヌートで、はい、ワン、ツー。はい、特に中学生だと何も先生から言われないとこういうふうに吹いてしまう人もいると思います。さっきのスタッカートでやっちゃう人もいると思います。なのでこれはその何も書いてないので、書いてないんだけど木管と同じようなね、アーティキュレーションスラーにする方が僕はやっぱりいいと思います。なので今トランペットの人にはそういうふうになるようにもう事前に伝えてあるので、譜面を見て、クラリネットやフルートのスラーの場所を見て、ただしスラーにしてしまうと規定違反になる可能性があるので、タンギングをして、で長さを変えることで木管と同じようなニュアンスにするっていうのが一番いいと思うんですけど、じゃあ一度見本で木管の人、18、クラリネットフルートオーボエの人、18の3拍裏からちょっと一回聞かせてください。はい、ワン、ツー。はい、こうなるようにトランペットの人は長さを変えて練習をするっていうことですね。はい、トランペットどうぞ。はい、ワン、ツー。はい、変わりましたよね。全部長く、全部短くじゃなくて、長く下に短くしたりということで、木管と音の形がだいたい揃ってきました。はい、一緒にやってみてください。はい、ワン、ツー。やっぱり僕はこういうふうに揃えたいので、音の長さがみんなで同じな方が、メロディーの中で音の長さが違うならすごく気になるので、僕はこういうふうにした方がいいと思います。どうするかは演奏をする人たち、あるいはその先生の指示に従ってやって構いません。正解はないと思います。でも僕はこれが一番いいかなというふうに思いますので、で練習はクライネットの譜面を見てスラーでやっても全然構いません。ただし最終的にはタンギングで長さを変えていくということですね。はい、じゃあ次は、今度は伴奏の方ですね。10小節目、チューバー、それから、これはスネアドラムなのかな。その人たちには1ト2トってところにアクセントがあります。で、じゃあその上で鳴ってるトロンボーンやテナーサックス、ユーフォニウムはどうなのかと思うとアクセントがないです。これはやっぱりマーチとしては同じ種類になった方がいいので、タンタタタタと軽いアクセントがつく方がいいと思います。同じように、18小節目、そこも同じことが言えると思います。2拍裏は軽いアクセントがついて、今度はシンコペーションって言います。タンスタンタンスタンっていう裏拍に強迫が来るような感じですよね。それをシンコペーションって言いますけども、この2小節に関しては書いてなくても自然にアクセントになるようになります。はい、ではそれを同じように B のところもやっぱり応用させていくということですね。じゃあ皆さんで、A から C までやります。はい、ワン、ツー、シックス。アクセントしたとこ分かりました？伴奏のターンスターンね、ああいう風になる方がマーチらしいですよね。はい、じゃあ次は C です。 C を第2マーチと言います。 C のところはメロディーのグループに必ず
と言っていいほどトロンボーン以下中低音に力強いメロディーが来るっていうマーチのルールがあります。はい、でこれも24小節6小節に例の2番のリズムが出てきます。でこれが特にこういう楽器が短くなるとすごく幼く聞こえます。タッタタとなるとこの辺の楽器の人たちがやるよりももっと幼く聞こえるんです。タンタタータンタターとこの響きのある8分音符に吹くということはよりこの人たちは感じないと良くならないです。これ注意をしてください。それから、26小節目、ここで1回全体が止まります。まあ、更新で言ったら更新が止まる感じになります。通常は3拍で終わることが多いんです、マーチって。1、2、3っていうふうに。ところがこれは4拍で終わるようになってるんです。1、2、3、4。ちょっとこれがこの曲の特徴で、それを分かってやらないとちゃんと止まった感が出ないんですよね。はい、ちょっとそこやってみます。 C から4小節間で、26の4小節でしっかりと更新を止めるイメージで音を終わらせてください。はい、 C アフタクト、ワンツパーカッションのバスドラとシンバルの譜面、スネアにも書いてありますが、4拍目にアクセントが書いてあるんですよね。だこれは注意をしないと4拍目で止まった感が出ないというふうに読み取って、1、2、3、4とかなりこう強調して終わるような、止まるような感じでやるといいと思います。もう一度やってみましょう。4拍目しっかり止めて、はい、ワン、ツー。はい、そうです。このぐらいビシッと止まるという意識が大事ですね。そうしないと次のパラリーラーリーラーラーっていうところにダラダラとなだれ込んでしまうような演奏になってしまうので、この4拍終止というのをよく覚えておきましょう。はい、次です。 D から、ここは主旋律のラインがなかなか浮かばないようになってるんですよね。ちょっといろんなパートがたくさんあるので、主旋律をやるパートっていうのはファーストクラとファーストフルートです。ただし同じ楽器の中に違うメロディーが入っています。ファーストクラに対してセカンド、サードクラが全く違う動き、ファーストフルートに対してセカンドフルートが全く違う動きをやっているので、散漫になる、どこを聴いていいんだか分かんないになってしまうんですよね。だから同じ強弱でもこれやっぱり強弱を変えて、主旋律がメゾピアノで表情を変えたいんだったら、それ以外の人は少しピアノぐらいに落とさないとどこを聴いていいのか分かんないようなサウンドになってしまうので、ここはバランスを注意するということが大事です。それでこの27、28っていうのはレガートの音楽で、次の29からは音楽がメロディーがはっきりします。タンタンタン、ティラリラララ、ティラリラララに対して、タンタンタン、タンタンタン。これは次の E のところ、第1マーチの再現部にもう向かいたがってるから、こういうふうにマルカートに変わってるんですよね。だからその表情の違いっていうのをきちっと音に表す必要があります。じゃあ、そこを全員でやってみましょう。 D のところを全員でやってみてください。はい、ワン、ツー、スリー。まだ少しこの D からの2小節間がね、雑然っていう言葉わかりますか？はっきりしないというか、こうザーッと流れてしまうような感じですよね。もう少しバランスをとって、それからその主旋律もちょっと音がとんがったような感じになっちゃうので、もっと優しい表情で「ラリラリラリンラリラリララタラリラリララ」とこうとんがった感じにならないように注意しましょう。もう一度お願いします。同じ練習。ワン、ツー、スリー。はい、はい、そうです。はい、さっきよりも主旋律がちょっとくっきりしてきたかなと思います。ここはすごく、雑然としやすいところなので気をつけてやりましょう。で今の32小節、
またたくさんの楽器でランパパーンってやります。この時のリズムは注意ですね。タッタターって短くなりやすいですから気をつけてやりましょう。はい、でその後、E からメロディーグループの人たちはまた A と B を応用させて、そのスラーの捉え方、書いてないけど自然にアクセントする。トランペットはここはさらにメロディーの数が、小節が増えて、でまたアーティキュレーションが書いてないです。だこれはクライネットの譜面、フルートの譜面を参考にして同じように音の長さを変えることで木管とアーティキュレーションを揃えるようにするということですね。これは第一マーチのところと応用させるようにやりましょう。はい、それから、ホルンとトロンボン、ユーホ、アルトクラ、バスパート、バスドラム、シンバル、やっぱりこれも応用で、38と39、ザンザーンザンザーンっていうところはやっぱり書いてなくても自然にアクセントになります。ここは、メロディーの音にアクセントが書いてあるので、それと同じニュアンスをつけてヤンとターンと2拍裏をしっかりとアクセントするというのは、これはやっぱり楽譜に書いてないことをやる方がいいと思います。それから41小節目です。ここは、楽譜上不点二分音符になっている人がたくさんいます。メロディーラインの人たちですね。タンタンタラッタッタ、この通りの楽譜でいくと最後の四分九分のところで音が切れるようになります。つまり4拍切り、ランパンパラッパッパー、これが楽譜通りです。なんだけどそのトロンボーンや、バスパート、パーカッションは3拍目で止まるようになってます。ダーン、だから音の長さが変わってしまうんですね。今じゃあその通りやってみましょう。全員で40、41、楽譜通りの長さで切ってください。バスパートはパッパッパッパは吹かないでください。はい、ワン、ツー、スリー。はい、なんか決まりが悪い感じになりますよね。ターンと止まりたいところがターンともう一拍あるから、もう一度やってみましょうか。パッパッパは吹かないで、ワン、ツー、スリー。はい、こうなってしまうんですよね。なのでこれは、まあ、マーチなのでこういうことは結構いろんな曲の中でもあります。こう書いてあっても3拍目で切れるような、3拍目で頭で切るようなイメージで全員で切り方を揃えるっていう。はい、じゃあそこの切り方を変えてみてください。ワン、ツー、スリー。はい、この方がすっきりはしますよね。じゃあそのまま、今の切り方のままパッパッパッパーンって次の小節まで入ってみてください。三拍切りで。はい、ワン、ツー、スリー。はい、今度は四拍切りでパッパッパッパーまで入ってください。ワン、ツー、スリー。すごく決まりが悪い感じしますよね。なのでここは書いてあっても3拍目でメロディーの人たちは切るという方が僕はいいかなと思いますので、これはよかったら取り入れてみてください。はい、じゃあその辺までを皆さんでやってみましょうか。D から今の、F までを全員で演奏します。タララララララかな。ワン、ツー、スリはい、ありがとうございました。今のはすごくすっきりしていたと思います。その後 F ですね。ここは、さっきやったあの2番のパターンがたくさん出てきます。
ここはみんなで統一をして、ランパパッパン、楽器が移り変わっていっても、そのリズムがみんなで統一されてるっていうことにこだわってやってください。それからトランペット、アルト、テナー、ホルンの譜面は微妙なところにディミネンドしてメゾフォルテにしてくださいっていう指示が書いてあります。これはスコアを見るとすごく分かりやすいです。トランペットの場合は、4拍目でメゾフォルテに落ちます。44小節目も同じです。アルトテナーとホルンは43と45は2拍目でメゾフォルテにする。これが一番いいと思います。ただこう書いてあるとフォルテピアノみたいになってしまうんですよね。タンタタタン。結構その今言った時間でやると、結構時間かけて、まあ時間かけてですか、一発だけですけども、フォルテピアノみたいにやるよりは時間があってディミネンドできるんですよね。ランパパパーン、ここで落ちればいいわけですから。ランパパパーン、一拍時間があるので、このメゾフォルテの場所っていうのはきちっと揃えた方がいいと思います。ちょっとやってみましょう。トランペットだけで F からどうぞ。ワン、ツー、スリー。はい、そうです。じゃあ今度アルトテナーとホルンでどうぞ。振り始めが F です。はい、ワン、ツー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 、
所、このメゾフォルテに落とす場所っていうのをしっかりと揃えると演奏がすごく聴いてて気持ちよくなりますので、だいたいこのぐらいっていうふうにならない方がいいかなと思います。はい、それから、ここは打楽器の先生からちょっとアドバイスをもらったんですけども、4パーカッションの人ね、F からこうクラッシュシンバルをやる人がその後移動してトライアングルになって G からやる、トライアングルをやることになってます。パーカッションの人いますか？はい、それをやる人。まあ、決まってない。まあ、やる人。どう？そのシンバルからトライアングルってかなり楽器が変わるからやりにくいっていうふうにね、パーカッションの先生からアドバイスをもらったんだけど、どう？変わんない？大丈夫？あ、本当？じゃあこの注意しない方がいいかな。 だからそういうふうに聞いたんですよね。クラッシュシンバルの音をきちっと丁寧にやりたい。なので人数に余裕があればトライアングルの人は別の人がやった方がいいんじゃないですかっていうアドバイスを聞きました。もちろん人数に余裕がないとこれはできないので、人数がぴったりだったらもうやるしかないんですけども、僕はちょっとパーカッションじゃないのでね、そのシンバルからトライアングルに移動するその難しさというのが正直わからないんですけども、打楽器の先生からはそういうふうにもらいました、アドバイスもらいましたので、人数に余裕があったらトライアングルは別の人がやるというのがいいというふうに聞きましたので、ちょっと参考にしてください。はい、それでいいですかね。はい、じゃあ全員で、もう一度 E から、トリオまでやります。ワン、ツー、シックはい、そうです。はい、OK です。はい、じゃあ次はトリオです。トリオは、この2小節間、1番ホルンと1番トロンボーンが主旋律になって、でそれに対旋律的にユーフォニウムが絡むようになってます。このこう絡み方というかラインを大事にするっていう、まあ、注意が一つあるんですけど、ちょっとやってみましょう。ファーストホルン、ファーストトロンボーユーフォニウムで50、51、ワン、ツー、スリー。はい、主旋律はあくまでもランパ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 ン、それにこう添えるような感じでユーフォニウムを絡ませていく、そういうことですよね。もう一度、ワン、ツー、スリー。
はい、そうです。で、ユーフォニウムがこうシンコペーションになっているので、こういうところで歌いすぎると遅れてしまいますので、マーチはやっぱりテンポが安定するという、こういうルールがありますので、これは遅れないに気をつけましょう。はい、じゃあその次は G ですね。G からはこの曲の特徴で、メロディーの、サイズ、小節数というのが少し長いんですよね。大体マーチっていうのは規則性があって、8小節とか4小節とかで割っていくんですけど、これはちょっと2小節ぐらい長くなっているのが特徴です。で、それがすごくいいんですけども、その関係で息が続かなくなってしまうっていう現象が起きます。ちょっと今メロディーでやってみますね。だいたいブレスを取りたいなと思うのが55小節あたりです。ラララリララララララ、ここやっぱり取りたいところなんですよね。で、今あえてそこで全員で取ってみましょう。で、そのままずっといきます。そうするとこう息がその後続かなくなってしまうんですよね。やってみてください。 G ワンツブレス、55のところ全員で取るとすごくフレーズ感がなくなりますよね。切りたくないですよね。でもブレス取りたい。なのでここは交代ブレスという方法がいいかなと思います。パートの中でここでブレスを取る人、55小節目のところで取る人と、57小節目の3拍目と4拍目の間、要するに普天四分音符と8分音符の間、そこでブレスを取るっていう人に今こっちで分けてもらいます。それでやるとどうなるかを聞いてみましょう。はい、じゃあもう一度。ワン、ツー。はい、ここまで大きいフレーズが切れなくなりましたよね。このバンドの人たちはもう長いこと楽器をやっているので、吹こうと思ったらもしかしたら吹けるかもしれません。でも中学生高校生だとなかなかこううまくいかないことが多いです。なのでそのブレスの位置を変えるというのは、これは一つの手だと思うんですよね。で、なるべく、こう外側にいる人、この2人目ぐらいの人たちはなるべくこの57のところでは取りたくないですね。ここで取ってしまったらすごく変なところでブレスを取ってるみたいに聞こえてしまうので、だから55のところでなるべく外側の人がブレスを取って、57のところで内側の人、内側の方が音があまり表に聞こえてこないからブレス取っても目立たないんですよね。なので内側の人がそのあえて取りたくないところでブレスを取って犠牲になるという、いい意味で犠牲になるっていうね、そういうふうにやるといいかなと思います。こういうところはぜひその取り入れてやってみてください。はい、それから、G のところ、これトライアングル、さっき言ったところですけども、これはずっと入ってるのでうまく叩かないとメロディーよりもトライアングルの方が気になってしまいます。で、特にこの3、4拍目、ターンターンタターンって出てくるんですけども、これがあまりリズムが強すぎるとメロディーに耳がいかなくなって、トライアングルばっかり聞こえてしまう。で、今このバンドはこう後ろにセッティングしてますけども、こういう左側にセッティングする学校でたくさんありますよね。で、その辺でやってるとさらに目立ってしまうんですよね。そのクライネットの後ろあたりでやってると。だからこれは場所を決めるというのはすごく大事な、要素になってきます。で、なおかつどの場所でやってもあまり表に出すぎないようにこうバランス注意しながらやるというのが大事なポイントです。それともう一つは、ここにトリオの部分にバスドラスネアがないんですよね。なのでテンポが遅くなる要素が満載です。これは必ずテンポをキープしなきゃいけないので、練習ではこうやって指揮ではなくこう叩いたり、
あるいはメトロノームをかけて練習するっていうのもすごくいいと思います。で、それを外した時に、その通りになるかならないかっていうのを例えば録音したりするとよくわかると思うんですよね。とにかくこのレガートのメロディーをもう気持ちよく歌えば歌うほど遅れるっていう現象につながっていくので、これは気をつけてやった方がいいと思います。はい、それから、そこまでをじゃあ全員でやってみましょうか。トリオからアイまでを全員でやります。トリオ、ワン、ツー、スリー。はい、そうです。はい、じゃあその先いきます。今度は I のところです。 I はこれはさっき前半で出てきた F とほぼ同様なので、そこを応用させましょう。タンタタターンってメゾフォルテの位置をさっき決めました。同じパートに出てきているので、さっきの練習を応用させてください。はい、それから次の J なんですけども、トランペット、トロンボーン、ここに伴奏系のリズムがあるんですけども、これはすごく四分音符が短くなりがちです。特にトランペット、タッタタ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 、やっぱり四分音符はスタッカートも一応書いてないので、タンタタタタンタタタタタン、少し響きのある音にした方がいいかなと思います。タッタタ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 って3連符1個分みたいにならない方がいいかなと思います。トロンボーンも同様で、パン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 ラッパッパッパッ、この8分音符スタッカートやってしまうと、その次の音符短くなりやすいです。タッ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 って響きが止まってしまうので、それをきちっと吹き分けるようにした方がいいかなと思います。それから、これは解釈によって変わりますけども、 J からずっとフォルテが続いて、その後 K まで強弱の変化が何も書いてないんですよね。なのでここはちょっと一本調子の演奏になりがちです。なので、一度ここは打楽器を J の後2小節目で少し弾くようにして、あらかじめそういうふうに、強弱を変えてみるといいんですよね。バスドラムはちょっともうそういうあらかじめ指示が出ていて、シンバルも84のところでワンランク落ちてるんですけど、スネアだけ何も変わってないんですよね。なのでここはバスドラ、スネア、シンバル、これ3つをマーチの中のその心臓部分って言いますけれども、ザンザン22123、少しここを落として3小節目のところは少し楽に叩く。でその分、その次の K のところ、そこでワンランク上げてちょっと音量をアップするっていうふうにすると変化が出てきます。そこは93のところは、なんだっけ、バスドラムとシンバル1段下がるようになってるんですけど、あえてそこを下げないで、その前にそれをやってるので、そこは下げないでやってみましょう。はい、じゃあ皆さんで、J からお願いします。はい、ワン、ツー、スリー。
すると今の J と K のところが一段上がったような感じに聞こえますので、管楽器の方もできればそうなる方がいいです。J よりも K が一段上がるという。で、それがうまくいかない場合は打楽器で変化をつけるという、まあ、そういう方法もあるということです。はい、それからこの99小節というのが結構厄介なんですけども、ここリタルダンドをして、3拍目から4拍目をフォルテッシモからピアニッシモまでディミネントするという、これなかなか難しいんですよね。実際はそのピアニッシモまでいかないまでもフォルテから、ピアノぐらいの、ディミネント、そうするとフォルテメゾピアノ、いやフォルテメゾフォルテメゾピアノピアノ、これだけでもこんなに差が出てきてしまうんですよね。この時間でなかなかこの強弱にするというのは難しいので、ここの到達したフォルテシモの音符っていうのは、フォルテぐらいだと思ってください。で、次の休符のところに向かって金管はピアノぐらいまでディミネントする。木管で4拍目音が伸びる人はそれはまあメゾピアノと書いてあるのでそれぐらいでいいんですけども、金管の方の人はちょっと役割を変えてやってみましょう。じゃあその金管の人、そうですね、金管と、弦バスですね、それからバスも、そうか、4拍目で音がなくなる人だけ、はい、それで99小節やってください。ワン、ツー、スリー、はい、4拍目でちゃんと切るようにしてくれる、タン、タッタッタッタン、ここまで伸ばして、はい、せーの、はい、じゃあ今度は4拍目で残る人、クライネットとかあと木管バスかな、はい、その人99どうぞ、3、はい、はい、もう一度で、クライネットは音が4拍目で変わる人がいるのでそこのタイミングをもっと揃えましょう。もう一度、3、はい、3、4、はい、じゃあさっきの金管と今の一緒にやってください。はい、3、はい、はい、で、まあこの伴奏だけ振ると、まあ、こういう風になるんですけど、そこにフルートのメロディーが入るので、タンタタタタン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 、まあ式としてはこんな感じになると思うんですよね。それに合わせてヤンタタタタンタンタン、ここが4拍目になるので、そのメロディーに寄せた、振り方で今やってみますので合わせてきてください。じゃあフルートの人入ってもらっていいですか。99小節、3、4、3、2、4、5、はい、じゃあそれをもう一小節前からやってみましょう。98からどうぞ、1、2、6、98はそんな遅くないです。98からリタルダンド、3、4、はいはいはい、ここはちょっと難しいです。このリタルダンドをうまくまとめるというのは、やっぱりメロディーを優先させて1、2、3、4とラララスタララララ、ここは要注意ですね。今もちょっとうまくいってないので、フルートの人うまくリタルダンドをかけて合わせてきてください。はい、それから今度はその後ですね、 L からは104小節目と107小節目、トランペットとアルトサックス、フルートオーボエのメロディー、これはランタタ、そこはタイの人なタイの時とランタタ休符の時があります。この違いを明確に出すといいかなと思ってます。つまりランタタン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 ランタタ、ここが長くなる、あるいはタンタタンってタイなのに勝手に短くなってしまうみたいにならないように、この楽譜通りやると、いいかなと思います。それから M のところは111小節目にまた全員というか結構な人数でランタタッターっていうリズムが出てくるので、これがおそらく最後のこのリズムですね、この全曲の中で。ここはより揃えてランタタッターンって一体感を持って集大成だと思ってやるといいかなと思います。はい、じゃあ全員で
L から全員でやります。はい、ワン、ツー、サン。今111すごい明確でしたね。ランパパンパーン、この曲の一番生命線であるメロリズムなので、ここのリズムはすごくこだわってやるといいと思いますね。やっぱりあれがすごく重要な練習になると思います。はい、じゃあそろそろ時間ですので、このぐらいにしたいと思いますので、ぜひ、中学生や、まあ中学生だけじゃないと思いますけど、この曲をやるんでしたら明るい綺麗なマッチを作ってください。はい、じゃあ講習終わりにしたいと思います。ありがとうございました。もう一度モデルバンド専属ウィンドシンフォニーの拍手をお願いします。ありがとうございました。